総長のチャンネル。今日は全宇宙ナンバーワンの人気を誇るコズミックボールというスポーツに挑戦していきたいと思います。それではスタート。で、ドッジボールみたいなゲームなんだけど、ちょっとなんかね、いろいろ読んでダーンみたいな考えながらするゲームです。じゃあ早速シングルプレイやっていきます。どの惑星に向かいますか？と、2番目のこの惑星、惑星トライアルに入っていきます。よし、あ、ニューをやっていこう。進む。で、こちらが私のチームになります。これで進んでいきます。で、はい、よし、敵はなんか強そう。宇宙タイガースとの戦いです。で、ゲーム簡単に説明すると、本当にドッジボールみたいな感じで、相手側の中にいる人を全部外に出せば勝ちになります。で、私からスタートだね。で、私この今ボールを持っている女の子、左側にチョキって書いてあるんだけど、これじゃんけんと同じで、チョキだと相手のパーにダメージを与えやすくなっています。で、これでいこっか。よし、これで決定。で、たまに相手が避けたり避けなかったり、あ、これ当たった、で、避けられたらちょっと、うん、あ、ノーダメージになったりっていう、いろいろと読みが必要なゲームになります。で、こっち外野の私のチームです。この子はグー、この子はグーなので、どうしようかな。真ん中そのまま狙いたいと思います。多分、いや、避けられないと思う。大丈夫、当たった。どうしよう。次、相手チームターンの子がボールを持っているので、もし狙われるとしたら私のグーの子かな。なので、ちょっと場所を移動させたいと思います。こっちに避けて OK。 うわ、セーフ、キャッチしました。あ、危ない危ない危ない。で、今ボール持ってるパーの子、パーだから、いや、どうしようかな、グー狙おうかな。そのままグーを狙って避けるかな。避けられたらやだな。ちょっと一個ずらしてこっちに当ててみようか。えい、普通に空振っちゃった。普通に避けなくてよかった。またパーだ、パーだから、どうしよう、避けとこう。こっちに移ります。はい、マジか、こっち狙う。また相手チーム、相手チョキだからパー狙ってくるかな。なんかやだな。一応ずれておきます。えい、決定。え、怖い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 。決着をつける。いや、痛い、マジか、痛いな。ちょっとこっちも攻めていこう。パー、普通にグーを狙っちゃいましょう。これで決定、ドン。よし、一人場外へ行きました。真ん中にいるチョキの相手を狙いたいので、外野に一回パスを回して、こうやって攻撃しようと思います。これで決定、ドン。あー、取られた。どうしようかな、狙われるかな。狙われるとしたら、でもこの子だよね、今一番弱ってるから。ちょっと避けます。はい、これで決定。ほい、え、マジ必殺技だ。決着をつける。危ない、怖いよ。よし、どうしよう、パーだからどうしようかな。またちょっと遠回り、あー、どうしよう、まっすぐ、まっすぐ行こっか。いや、どうしよう、ちょっと待って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 、どうしようかな。パーにそのまま当てに行きたいと思います。えい、決定。あー、キャッチされた。相手パーだから、グー狙ってくるかな、チョキくるかな。ちょっとこれで食って、いや、真ん中狙うんだ。
こっち狙います。もう一回ドン。場外、よかった、ようやく場外で、これ必殺技も使うことができて、この今持っている子から1,2,3,4,5 で必殺技が出ます。これで一気に決着をつけたいと思います。決定。あ、いや、相手避けた、悔しい、せっかくの必殺技が。うー、でも必殺技を使って避けられたとしても、次1個だけ場所が、その当たった場所が使えなくなるので、避けられる範囲は狭めることができます。にしても悔しい。相手チョキどこ狙ってくるかな。一応こっちにずれよっか。いや、このままでいきます。よし、こっち行くんだ。普通にこれで攻撃いこう。えい、あ、一発当たったけど結構手強い。うーん、トゥントゥントゥン、これでいけ。あ、また避けた、悔しい。相手ボール、いや、このままで。あ、痛い、やられた、一人やられた、マジか。相手グーだから、まあ、いや、まっすぐ多分狙ってくるよね。ちょっとこれで危ない、避けられました。また避けてくるかな、ちょっと分かんないけど、このまま狙います。あー、悔しい。こっちも避けようか、近いから、とりあえず横に、えい、ドン、セーフ。どうしようかな、また避けてくるかな。まあ、いや、正直に狙います。あ、でも結構相手ターン残ってるから、避けるか、いや、これでいきます。当たった、場外。ようやくゲームセット、勝てました、よかった、ウィンっていう感じで、いろいろね、ちょっと作戦を練りながらやっていくゲームになっております。で、最近このゲームやってる人をちょこちょこ見かけるので、私もやってみています。で、メニューに行くと、トレーニングがあったり、ガチャがあったり、なんかみんなで戦えたり、いろんな機能が備わっています。で、これ私すごいなって思ったのが、これえい、ガチャっていうか、まあ、このゲームではスカウトっていうんだけど、1日1回無料でそのスカウトができるっていう機能です。ちょっと今っぽい、この、なんだろう、カチカチ音、テクノ音っていうのかな、ちょっとキラキラした音楽がいいよね。宇宙っぽい、誰だろう、ん、猫だ、猫。で、他にもクリスタルを使ったスカウトとか、フリー、あの、チケットを使ったスカウトなど、スカウトにもいろいろな種類があります。おかえりなさい。女の子のキャラクターもすごく可愛くて、見ててすごく楽しいです。そんな感じで、今日はコズミックボールというゲームをやっていきました。バイバイ。